はい、こんにちは。沖縄おばばです。今日のランチですね。<coughs> 今日のランチは雑穀ご飯ですね。あと、えー、お味噌汁と、お、とんかつです。このとんかつは昨日ね、えー <coughs>、ごめんなさいね。ついでに買ったものです。はい。えー、ロースとんかつです。1枚330円なりです。はい、ガナハのアグ豚肉のお、とんかつです。はい、えーとですね。 えー、今ね、えー、武田教授のね、えー、動画を見てました。はい。皆さん気づいてます。<coughs> ごめんなさいね。はいはいはい。えー東、東京のね、はい、東京の都民ですね。はい、えー、90%以上の人が世論調査ですね。 字のね、祝ですね。字の祝。意味があるかないかって聞いたら90、90%人が、90%以上の人がね、意味なしと答えました。その通りです。意味ないんですね。はい。えー、わかりますでしょうかね。はい。えー、まあ、これぐらいね、茶番に気づいてる人が多くなってきているのに、なんで、ね、 練り物食べるんでしょうかここら辺もあ。あれですよね。多分ね、ただただ周りに合わせてるっていうだけの人が多いんじゃないかと私は睨んでおります。はい。それからですね、あれですね、えー、なんと言うかね、えー、相変わらずね、こう、お花畑ちゃんが多いなっていうか、 多分何にも考えてないんだろうなと思います。はい。えー、よくね、こう、外は買い物に出たりとか、あの、猫ちゃんのとこね、ご飯あげに行ったりとか、いろいろやってますけど、外で、未だに、人もいないのにね、いるんだったら別ですよ。人通り、多くてね、えー、大勢の人通りがあるところだったら別ですけど、えー、那覇のね、人の誰もいないところでね、 えー、バス待ってる人とかね。えー、未だにね、メロンやってるんですよね。本当にね、私なんかメロンやってませんけど、メロンやってない人の方が少ないですね。はい。外でですよ、外で。はい。えー、これがね、スーパーの中とかだったら決まりがあるんで、決まりにはしか、従わないといけないんでね。まあ、とりあえずやりますけど、はい。でも、外でですよ、外で。 それも人がめっちゃ少ないところですよね。ここら辺ね、見てね、なんだろう。習慣化しちゃってるなって思ってます。はい。もう習慣化してますね。メロンすることが。まあ、まだね、那覇なんかはね、えー、今でも25度以上気温あるので、まだ寒いに、に防寒目的でのね、メロンはいらないだろうっていう、そういうことなんですよ。はい。 これがね、もうちょっと寒い、寒くなれば話は別ですよ。寒いからやってるんだっていう人はいいと思います。しかしですね、寒くもないのに、なんていうのかね、あの、ただ習慣でやってるっていう、それだけの人が多いです。まあ、あの、タクシーの運転手なんかはね、見てると、誰もお客が、お客がいないのに、メロンしてる人がまだいますよ。はい。 まあね、困ったもんです。こう、あの、何も考えてないです。多分、習慣でやってるんだか、周りに合わせてるんだか、どっちかですね。でも、あの、どっちみちね、人がいないんだから、はい。外せばいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、建物なんかに入るときはね、やれやれってうるさいから、まあ、みんなのね、えー、ためにね、えー、思いやりでやってあげるのはいいと思いますけどね。 本当にね、もう、あまりのね、こう、自分の頭で考えてないっていうことはね、ここまで来るとね、もう、明らかに、あの、おかしくなってますね。はい、頭が。はい。そう思います。少しは自分で考えましょう。はい。何でも人に合わせればいいってもんではありません。はい。その辺のことをちゃんとね、考えていきましょうということです。 はい。ええー、またお説教事見てしまいましたけどね。申し訳ないです。はい。とりあえずね、もう、なんていうのかな。人通りの少ないね。そんなじ、なんていうのかな。もうひ、50メ、50メートルですね。まあ、目に入るところですかね。50メートル範囲内で。人が1人か2人しかいないところでね。そんなね、メロンしますかってことですよ。はい。 もうね、もう呆れ返ってますけど、はい。しかもね、あの、那覇風通しいいんですよね。海の風がね、吹いてきますからね、はい。こんな風通し良くてね、人がいない通りでね、なんでマスクしてんだあ、言っちゃった。なんでメロンしてんだっていうことなんですよね。まあ、人がいるんだったら別ですけどね。雑踏だったら別ですけど、はい。しかも、まだ寒くないです。はい。 那は本当にねもう少しは人間らしく生きていきましょうと思うあの訴えたいですはい皆さんなんか動物みたいですはい人間ってそういうもんじゃないでしょう考える生き物でしょうはい考えも何もないただの習慣でやっているようにしか見えませんはいもう本当私はねもう最近本当にね がっかりっていうかね、もう、はーって思うことがね、たくさんありますからね、はい。そういうことです。まあ、とりあえずね、あのー、武田先生のね、えー、動画は下に貼っときますね。 お昼の雑談このぐらいにしたりしときます。はい。えー、ご飯を早く食べたいんで。申し訳ないですね。お席をばっかりで。本当にごめんなさいね。ああ、なんかね、もう早く、はい、早くね、早いとか新しい世の中が来てほしいです。はい。それでは皆さん、ごきげんよう。はい。沖縄おばばでした。